あ、ドクターもいる。わ、素敵。かっこいい。かっこいい。おー、うわー、まさかそんなところに。いや、隠されているとは。バッて出ましたね。確かに身の棚珍しいなと思ってたけど、まさか裏に隠してるとは思わなかった。すごい、かっこいい。はい、なんかいろんな人がいらっしゃいますね。そうですね、いろんな人がいらっしゃいますね。はい、これを見る限り何やらこうちょっとストーリー的にはこういう感じかなとかいろいろ想像膨らませちゃいますけれども、キービジュアルかっこいいですね。とにかく、アーミアです。やっと迎えに来ることができました。皆さんこんにちは、アーミア役の黒沢智代です。ついに決まりました、テレビアニメ。はい、アプリの配信当初からですね、ドクターの皆様の早くアニメ化してくれという声をですね伺ってきたので、本当にこうやってアニメ化できて嬉しいです。そして私も本当に本当に楽しみにしていたので、こうやって発表できて嬉しいです。皆さんこんにちは、製薬の松山隆でございます。この度はアークナイツがテレビアニメ化されるということで、ロドスのエリートオペレーターエースの声を担当させていただくことになりました。ありがとう、みんな。これからもよろしく。